どうもこんにちは、ナッチでございます。さあ、ということで仮面ライダーオーズプトテラコンボ使っていきましょう。プテラ、トリケラ、ティラノ、そのメダルを使って変身した姿でございます。覚醒をご覧ください。ウェイ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 、7コン7コン、いわゆる陽キャ構成ですよ。で、そこにゼロオークの武器つけちゃってるんで、もう火力モリ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 です。しかもこれ溜まったら溜まったでドラゴンタイプ6倍のエンハンスが打てます。で、プトティラはドラゴンタイプです。最近いろんなライバル武器が登場しておりますが、インフィニティレイジで良かったなと思う瞬間がありましたよ。リーダースキルご覧ください。7コンボ以上でダメージを半減、闇を4個以上つなげて消すと5倍3コンボ加算と、 HP 倍率はありません。つまり多分こいつはこの前の義勇みたいな感じでサブにタヌキ詰めて周回とかそんな感じになると思うんだよね。ただ難しいとこ行きたい。周回キャラで終わらせたくないということで頑張りましょう。もうリダフレプトテラにしちゃって6コンボ加算で頑張ります。体力はね、多分6万ぐらい。6万ないですね。やばそうですね。頑張りましょうね。これでも HP は稼ぎに行った方ではあるんですけどね。ただ火力は多分シャレにならん。あ、そうだ、こういう効果音になるんやったな。何の音かと思ったぜ。ライジングドラゴンなんて使ったら絶対乾燥しますからね。で、マシンなら多分ね、ウェイ2つとかあったら乾燥するんで、火力は大丈夫なはず。問題は闇生成と耐久力。レギンレイボー1枚持ってきましたが、1枚で大丈夫でしょうかっていう感じですね。あと L 字がないんで、ロックされちゃうとレギンレイボー使えなくて、悲しいことになります。原作知ってるコラボはやっぱいいよね。なんか意地でも勝とうっていう気になるからいいよね。あ、でもそうか、7コンボしないといけないのか。ネルギガンテ案件か。これ使いたくなかったんですけどね、使わないと負けちゃうんでね。オロチが溜まってればな。でも普通に行くんなら倒しちゃうだろうしな。ネルギガンテ行きましょう。勝ち上げていけ。で、こんなんでいけるやろう。コンボ数足りるやろう。ウェイにしたかったけど追い打ちはしたい。さあどうだ、倒していける。お前の目覚めを無駄にはしんぞと思ったけど、ルーレットは消していきたい所存であります。ただこんだけコンボ加算があれば、もう正直ウェイを1コンボで、あとは適当にその辺の色を消しておけば7コンボぐらいは行くやろと。行きますよね。余裕ですよね。目覚め無駄にしない戦法で行きますわ。快適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 、いいぞ。なんとこレギンレイボー使おうって思ってないところがいいぞ。またすごいね、ウェイ2つ増えるだけでそんな火力変わるんだ。あ、ちなみに耐性はね、全部ね 80% なんですけど、今受け上がりましたね。普通に平然と受けましたね。やはりこのゲームの 20% は何かがおかしい。ウェイになってなかった。じゃあ初レギンレイブいきましょうか。すごいシンプルなスキルなんですが、このパーティーには欠かせない。で、必要ないと思っていた光の泥鏡がワンチャンあれですね、プトティラの副属性で使えるっていう可能性がありますね。これなんだ、威嚇だ、使えそうだ。あ、そうだったな、レイピアの完全上位互換だったな。そういや、ここで使いたくない。ここはきっとウェイで頑張れるだろう。威嚇は何かと使えそうなんで、ここはご利用します。ウェイでご利用していく、いけるはず。よいしょ、だいぶ頑張ったね。火力の差を見てよ。リダフレはね、ウェイが2個あるかないかの差なんですけど、2倍以上ね、もう火力に差が開いちゃってるんだよね。どんだけ強えんだウェイっていう覚醒いや、ウェイが強いってよりかは、ウェイと7コンボ強化の共存がどんだけ強いかって話よね。
消せないドロップ消したいであります。一応こっちで消せるんだけど、おナイス遅延、ここ使っちゃおうかな。いやでも闇がないのまずいよね、すごくまずいよねこれ。ここでオロチもまずいよね。とりあえず消せないドロップを消します。でコンボ加算は入らんものの、7コンボで一応半減できるんで7コンボ組みましょう。コンボ加算がないとなんかもう7コンボすら不安になってしまうんですが、慣れすぎて。今は耐え忍ぶ時。まあこのダンジョンだからいいけど、逆に劣化とか言ってたらさ、マイネクロネで一瞬で死にますよねこのパーティーは。最近そういうパーティー増えてるから皆さんご注意ください。ちょっとまだ無効貫通問題を抱えているんですよねこのパーティーは。一応無効貫通はつけてはきたんだけど、できれば無効貫はしたくない。でもここは絶対することになるんだ。しかもスピカだから2連続必要なわけだ。これは勝ち上げ案件だろうな。毒も 20% だしね、あんまり長引かしたくないよねとか言いつつも一旦耐えます。あんま降ってこねえな。いやこれはありだな。ちょっと今盤面次第ではさ変換使おうと思ったけど、一回半分までやっちゃうのはあり。無効感を一回で抑えるためにはね、それもありですよ。いやそんなに落ち込んくると、ゴン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 、7コンボ組めんかった瞬間多分即死なの怖いね怖くなってきたね。うわ怖っ、このパターンが一番怖い、毒を受けてしまうっていうね。なんか無効感分あることない？無効感分あるね、やれと。でもさ、ウェイ無効感したかったんだよね理想は。これじゃそんな火力出ない気がするんだけどな。まあ半分はいけると信じています。半分はいけるよね。ここだけでやってほしいですね、無効感を要求されるのはね。マジシンファとか引いちゃったら泣いちゃうよ、泣くよ勝手に泣いとけって話だと思うけど泣くよ。いやこの火力はね素晴らしいんですよ。最近のいろんなパーティーがさ、無効感とか組まないと、トトさんとかね、ウェイの落ち込み入りましたけど、トトさんとかさ倒せないのに対してウェイをチャキンと組むだけでトトを倒せるっていう、この火力はね素晴らしいと思うんですよね。ネルギガンテを使おうとしたけど体力やばいな、これ体力やばくなっちゃうな。え、もしもし、もしもしファイズをこれ使わないといけないってパターンですか。そうですか、クルセイダーが来ることを信じてネルギガンテ取っときます。回復取っとくべきだったな、バカだったな。でオロチはここで裂きたいんだけど、ミストルデイン、じゃあ剣心を使っても問題はなかったってことですね。ちなみにオロチくんね、封印2個あります。優秀です。どうだろう。意外と光が頑張ったりしないかな。どっこらしょい。はぁ、あ、はぁはぁはぁ。悪かねえぜ。てか強えぜ。ダメージが痛いぜ。43。闇43度。は？なんかめっちゃ光消えたけど。威嚇なしでもなんかいけそうっていうか、なんか地脈エネルギー吸収しようとしてんだけどこいつ、それはまずくない？石流とかした。俺はエネルギーでも吸収に頼らないと火力多分足りないんで、エネルギーをここで吸収します。吸収します。エンハンスですこれ、強っその効果は知らんかった。これレギンレイブ使っといた方がいいな、盤面の切りが悪い。
絶対もっといい組み方があるんだろうけど、昔よくやってた組み方を。ワンチャンカンストあるんじゃないこれ。どっこいせい。はい、カンスト。エンハは多分ね、そんなバリス出てないんですけどね。ドロキョウは言うて。ねえ、ちょっと待って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 。レギンレイブってさ、軽減なんだよね。HP バリスがないんだよね。それはダメじゃん。半減はまだいいよ。バリスなしで。レギンさん、それはないぜ。しかもこれ組んだら倒しちゃうんだろ。やば。やばいかもしれません。いや、あえてウェイを組まないっていう作戦ね。ウェイにするとプトティラ頑張っちゃうと思うので、ウェイを組まずに軽減バリスを出して、ここは耐えていきたい。次に突っ込むとやばい。ウェイはやばいになっちゃうから。痛い痛い痛い。想像以上に痛い。回復できるんかなこれ。闇はこうするしかなくて、いやもう倒しに行った方が良かったんかな。どうなんかな。いや回復力やばそう。やばそう。もう倒していいよ倒していいよ倒していいよ倒していい。たた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 。セーフ。しかしもう次はないですね。なのでここでとりあえずレギンレイブ使って倒してしまいます。こんなもうヒヤヒヤするフロアはごめんだ。なんか最近こういう耐え方多いね。エアコン上っていうか、危なかったっていうパターン。まだ2ターンかかるんですけど、なんとなんとですよ、威嚇溜まってるんで威嚇打っちゃいますね。できればここライジングドラゴン使いたくないんだよね。でも使わないとやばそうだよな。一回組んでみますね。一回これで組んでダメだったらレギンレイブ、ライジングドラゴンでぶっ倒す。いや、きっと火力は悪くないよ。全部ドロキョウだし、いい火力出るんちゃうん？ちゃうん？よいしょ。バラバラ。攻めに行ったやつがバラバラ。マジか。いけるんかな？ 4-3 か。ライジングドラゴン使います。もうこれプトテラの必殺だよ。ガブごっくんいっちゃいます。プトテラの必殺。光で落ちたなあいつは。いやー、あの破壊力があるからライジングドラゴンは取っときたかったんですよね。凄まじい破壊力を持ってんのはもうね、予想ができたんですよ。だからこそあそこで使いたくなかったんですが、悪魔キラーなしでね、あいつらが倒せるほど甘いダンジョンではなかったと。で、次は LG がないんで、ポルキクスだと嬉しい。カストルはカス。オッケー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 。カストルあんま見ねえけどな、普段から。ね、うちの修羅ってやっぱりなんか偏りがあるんだよね。偏りがあるからこそ次は、クルセイダーが来ます。無効とか言っとるんやけど、こいつやばくないか、やばくないかこれ。ネルギガンテをもう使っておきたい。すごく使いたい。でも1になるのはまずい。ここで1になるのはまずいよな。困りましたね。オロチあと4ターン。オロチ使いたいな、なんなら。一回やってみるか。一回レギンレイブ使います。一回やっ、おー、回復は消えますか、そうですか。一回これでやってみますね。いや、こんなんでいけるほどね、このゲーム甘くないんですよ。絶対無効感ウェイ欲しいんですよ。いけました。なんなんだ？だってファイズぐらいだよ、火力出せんの。まあ、一応7コン2個あるから、可能性がゼロではないってこと。僕がプトティラを舐めていたってこと。無効感と7強だけでもね、そこそこ戦えたってことなんですかね。で、いつ使うんだよネルギガンテ。もうこうなったらメノワ対策、キメノワ対策でほっとくか、あいつ。でもキメノワだったら別に
非吸収だから関係ないから、あれを割いてもいいんだもんね。こっちで足りるわけだもんね。もうね、体力がね、てか今遅延受けてたよね。使うべきやったな。怒涛の後悔。分かった分かった。オロチをメノアに使うんで、そこでエネルギーガンテは割いてしまえばいいんだ。だから、ヨウユウは威嚇なしで倒したい。ヨウユウに倒したい。いや、火力は足りるはず。多分。多分ね。でも威嚇、買った。マジで言っとる？威嚇いらねえから、プトテラ使っちゃうわ。いや、いるわ。いや、耐えて使った方が良かったな、威嚇をな。攻めたな。攻めたな、今。バカやったな。一応これエンハンスなんですけど、まあ、大した倍率出ないんで、ほら変わんないわけですよ。いや、マジここでオロチじゃね？ここオロチじゃね？うわー、なんでそういうことをしてしまったんでしょうか。悔やんでも悔やみきれん。オロチを使います。使ってしまいます。毒が降ってくるんで、ここは少量コンボ。危なっ。エネルギーガンテを再、エネルギーガンテを使っておく。いや、威嚇大事なんだな、このダンジョンな。これ消したいんだけど、レギンレイブさん消してくんねえかな。まあ、それしかないよね、消す手段は。せっかくならターンはしっかりと使っていきたいので、ここはまだ倒さずな。で、こんだけ闇があれば、多少はねってことで。消えないか。まさかの目の前最初欠損かよ。欠損スタートかよ。マジで欠損怖えんだって。7コンボ組める盤面だったとしても怖いんだって、なんか。マジで死ぬからさ、組めんかった瞬間。めちゃくちゃヒヤヒヤするからね。さあ、これでいくつ受けるかによっては難易度が変わります。半分ぐらいか。3秒減るつらいね。あんまり回復力ないんですよね、見た目からわかると思うんですけど。めっちゃ減ったし、そんな体力減るか。パワーブレイクをプトティラで総裁はありなんだけど、ありなんだけど、いやでも次のフロアは短期決戦で決めんとやばいしな。ライジングドラゴンもあと7ターン。まずいぞ。ここで耐久ができるほどこのパーティー器用ではない。ヒギ、ウェイは組まない。ウェイを組まずに、これでね、火力を抑えて耐久するという作戦だ。いや、そこでクイックタイムまずいな。レギンレイブさんお願いします。毒を消してください。回復は消さないでください。なんでうまくいかんもんですね。もう勝ち上げで消すことになるんだろうな、あの毒はな、おそらく。だから左の方に寄せておきたいな。うん、これでいいでしょう。で、意外と耐久ができている。いいよとか言ったら回復欠損するやん。一応次も受ければするか。受けましょう。めちゃくちゃ怖いですが受けましょう。で、回復が1コンボしかないので、エネルギーガンテを使っても我々は進みます。こことおさらばします。エネルギーガンテは使った方がいいと思う。使う。勝ち上げる。で、こっちのプトティラを使う。で、4-3 で決める。問題は色ですよ。あー、来やがった。来やがった、来やがった。いや、しかし割合。もう割合をずっと受けたい。割合をずっと受けたい、我々は。そういう気持ちでいっぱいです。ゴリ押す。突進勝ち上げとともにゴリ押す。こいつを。いけるぞ。プトティラなら勝てる。ウェイウェイしろ。
陽キャ編成頑張れ。これでどうかな。 25% は減らしたい。いいよ、目覚めいいよ。いや、ダメージもいい、ダメージもいい。いやー、そのダメージもいい、痛すぎますな。でもこれは半分いったらあれだもんね、吸収が入るから、とりあえず安心、半分減らせればな。あー、怖い怖い怖い、なんて怖いゲームなんでしょう。とにかくウェイだ、とにかくウェイを組め。はい、落ち込ん来てもいいよ、どん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 、カモンカモンカモン、いいですね。半分入っていく。でだよ、でだよ、これプトティラの必殺やっちゃってよかったりするかな。気持ち的にはやっちゃいたいんだけど、もしくはここは耐えて、ワンパンはいけないんだろうな、きっとドラゴンのエンハンスがこの辺に入りますけど、いや、ここは行こう、普通に殴ります。できれば闇残っててほしいな、盤面に。オッケー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 、まあまあオッケー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 、行きましょう。ライジングドラゴンドスンからの、これで決めますこれで決めます、発動です。多分火力はもう絶対足りるんで、あとは信じましょう。何をかは分かりません。いきます。あー、回復組みたかったです。でも光の上を捨てるわけにはいかん。やれやれやれ、よし、勝てたな。楽しかった、なんかすげー楽しかった好きなキャラクターを使えるってのがいいことですね。まあ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 、消せないドロップもね、自身が消せますし、落ち込んなしぐらいかな。怖いのは闇がない状態で落ち込んなしにされた時が一番、でもそれぐらいです。基本は半減が貼れるんで、あとはもうちょっと回復力があったら嬉しかったかなって感じですね。一応こいつ回復力高いんですけどね、割と。何かとまあ集会のリーダーとかで使われそうな感じがするんで、余裕ある方は引いてみてはいかがでしょうか。火力ソースとしてもすごい優秀です。では次回はシャウタ編でお会いしましょう。以上、ナッツでございました。バイバイ。